はい、皆さんこんにちは。佐賀健敦でございます。2時22分ぐらいですか今。日経平均22分か。日経平均774円高ですね。まあこの辺でうにゃっとし始めましたからね。36,765円という動きてます。ドル円 148.351 ですね。香港ハンセン、15,919 でマイナス162というところですね。はい。原油堅調ですね。74.05 と。ドルウォン、1328.18。この辺でうにゃっとしてますか。本題行きましょう。貯存ラインに、これは昨日の朝10時52分、午前中かな、に出た記事でして、中国の情報機関が中国人留学生に観光令、米入国時は中国の内部情報を聞かれても話すなと。最近ね、中国の留学生がですね、留学生ビザを持っているにもかかわらずですね、空港の入管でですね、とっ捕まって追い返されるという事象が絶えないそうでございまして、これに対して中国当局が反発してですね、自国の留学生に何か観光令を敷いたというようなことがこの記事ですね。行きましょうか。ニュース。米国に入国しようとした中国の留学生たちが不当に尋問されて追放されたと中国政府が主張する中、中国の情報機関である国家安全部 NMSS が米国への入国者らに対し対応要領を公示したことが分かった。中国官営メディアグローバルタイムズが5日報じた。報道によると、国家安全部は中国の SNS 交流サイト、WeChat で、個別の国家が中国人に対して不当な尋問や嫌がらせ、拘禁などをして狭く暗い部屋で隠密に追加調査をしたとして対応要領を掲載した。それやってるの君らちゃうか。ほんまに。暗くて狭い部屋って、それやっぱり中国がやってるからですね、多分こうやろうと想像して書いてるんちゃうかなと思うんですけどね。これに先立ち、謝鋒中米、中国大使と大使館は先月、公式サイトでワシントン DC のダレス国際空港から米国に入国しようとした複数の中国人留学生が米国の入国審査要員から不当な尋問を受けて苦しめられ本国に送還されたと主張していた。尋問を受けた中国人留学生らの話によると、主に理工系専攻者や中国政府が支援する中国奨学会のプログラムに関連している可能性が高い留学生に対して尋問が行われたようだ。こうした状況を受け、中国国家安全部は留学生らが質問された場合に備え、質問に国家機密や中国内部の情報を含まれている場合は答えを拒否するように要請した。そんな国家機密をね、持ってる人が留学生としてアメリカに行くんですかっていう世界ですけど、ふーんっていう感じですね。中国内部の情報って何を言うの？都合悪いこと言うの？なんか、中国政府にとって、なんかようわからんですね。また、言語に関する問題が発生した場合は、質問に適当に答えるのではなく、通訳サービスを使うようアドバイスした。英語が満足に話せない人がアメリカに留学するんですかね。内部資料を持っている場合は指定された人に預け暗号化措置を取った上で保管するよう求めた。よっぽどアメリカに知られたくないことがたくさんあるんでしょうかね、中国には。手荷物検査では無断変造を防ぐために個人が立ち会わなければならないと説明した。逆の場合、アメリカ人が中国に入るとき、こういうことをされたときにですね、そういう通訳もよこせとかって呼んでくれるんですかね。
手荷物検査で誰か呼んでくれとも呼んでくれるんですかね。相手が自身の身分をスパイや情報要員だと明かして接近してきた場合、相手が指定した場所に行ってはならず、相手の身元と対話内容を記憶して中国に帰国した際に関係当局に報告することも要請したと。まあ要は純スパイになれということですね。なんて言いますかね、こうやましさ満点ですよね、こういうことをですね、留学生にこう強いるというのはですね。別に中国人がね、みんな中国のスパイとは思いませんけども、中国にはですね、中国人民はですね、当局の要請があればですね、知っていることを持っているものをですね、提供したければならないという法律があるんですね。つまり中国人は全員ですね、中国当局のスパイ的な活動をしなければならないという義務が定められているんですよ。それに違反した場合は犯罪者になるんですね。中国の場合、犯罪者になった場合はですね、本人だけではなくて家族にも累が及びます。そういうなんていうかこう野蛮なですね、全近代のシステムが機能している国が中国なんですね。ですんでですね、その一人だけ罪をかぶったらええんやというふうにはならないんですね。でそれをアメリカやヨーロッパの国々が知ってるわけですよ。つまり中国人はですね、その人自身が善良な一市民であってもですね、いつ中国共産党のためにスパイに変貌するかわからんということなんですね。そうなるとどうするかっていうと、全中国人が怪しいわけです。だからなるべく中国人を採用しないでおこうというモチベーションになるわけです。だから結局ですね、中国にとってですね、このやり方はですね、あまり賢くはないということですね。アホですね、やっぱり。中国人がね、全部ね、嘘つきで悪い人とは全然思いませんよ、私は。まあ、大半はいい人ではないかなと思います。いい人で、善良な人で、あるし、スパイではないと思いますけども。こういうシステムがあるとね、いつ何時こいつが中国政府のために何かをするかもしれないしですね、自分を罠にかけようとするかもしれないとこう思ってしまうわけですよね。全中国人が警戒の対象になるわけでしてですね、それは決して中国の国家全体にとって利益にはならないやり方なんですけど、目先はね、いいのかもしれませんよね。実に愚かしいやり方でして、まあ彼らはそれに気がついていないんでですね、当面こういうやり方は続けるでしょう。で、いちいちそれをね、法律にしたくてもよかったと思うんですけどね。密かにやってればですね、わからへんやんというところをですね、はっきり法律にしてしまうというところが、僕らも分かってしまうわけですよ。だからこいつらもしかして中国スパイちゃうかと、いつかスパイに化けるんちゃうかと。そのアホなことをやってしまうところが、習近平政権の愚かしさ。と言うべきではないんでしょうかね。だから今ですね、アメリカはですね、全中国人を警戒してですね、ちょっとでも怪しい、素質があるやつはみんな追い返してるわけですね。で結局彼らはですね、本来スパイではない人で、アメリカの研究に貢献できるような優秀な人であってもですね、この行動に引っかかれば追い返されてしまうということなんですね。お互いに不幸ですね、それってね。でもそれもこれもですね、中国政府のこの愚かしいですね、全人民スパイ化というですね、政策によってですね、こう生じている事象であるということになります。まあね、毎日毎日中国のことを喋ってますけど、アホですね、本当に。愚かですね。なんでそう分かりきった愚かなことをやってるのかなと思いますけど、まあ、仕方のないことです。で、結局、こういうことをやっていると、どんどんアメリカとの対立を深めてですね、結局最後はですね、アメリカと衝突することになるんでしょうけども、その時にですね、中国が勝てるとはとても思えないんですよね。まあ、中国自身もそれを知ってるでしょうけども、でこの先中国がまたですね、世界の同情を集めるシーンがですね、見られるかというとですね、これだけ好き放題やって正体、横島な正体を見せてしまったわけですから、世界はそうそう中国に対する警戒を解かないと思うんですね。だからですね、随分とおバカな政策を取ったことだと思います。習近平というおっさんがですね、中国のトップになってからですね、中国は一層愚かになりました。
結局これでですね、あの国が滅びるんちゃうかなと、一旦滅びるんちゃうかなという気がしますね。共産党の崩壊ということですけど、そこに向かってひた走ってるんではないかなと印象を新たにしますね。この朝鮮オンラインのですねページですね、今読みました。朝鮮オンラインにしては珍しく短い記事ですけども、そこのアドレスを一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。